その昔バイクのロードレース選手権の最高峰は GP500 で 500cc の2ストロークマシンによって争われていました。レギュレーションでは4ストロークでも2ストロークでも良かったと思いますが、4ストロークでは2ストロークにかなわず2ストローク4気筒というフォーマットが出来上がりました。逆に言うとこれ以外のエンジン形式では勝つことはできなかったということです。変化に乏しく日本のバイクメーカーの独壇場となっていました。そこで環境対策の名のもと、2002年から4ストロークを主体とした MotoGP クラスが誕生しました。細かなレギュレーションの変遷はの説明はものすごい時間が必要だと思われますので、概要欄に貼っておきますのでご参照ください。単純に4ストロークは2ストロークの出力の半分という計算を根拠に設定されたレギュレーションでは、実際には4ストロークが2ストロークに圧倒的な優位性を持っていました。そこで2ストロークマシンは表舞台から次第に姿を消していきました。2ストローク時代にはホンダ、ヤマハ、スズキという日本のバイクメーカーがレースのほとんどを席巻していましたが、4ストロークとなってドゥカティや川崎も最高峰の MotoGP に参戦してきました。エンジンやエンジンマネジメントにも4ストローク化で技術革新が一気に花開きました。キャブレターはインジェクションへと移行しました。これによりエンジン特性そのものが電子デバイスによって制御されることになりました。4ストロークではシフトダウンの時にバックトルク、これはエンジンブレーキといった方が分かりやすいかもしれませんね。このバックトルクを逃がすためにスリッパークラッチというデバイスが誕生しました。それまでクラッチを滑らせるなんて全く考えられなかったことです。一時的とはいえ人為的にクラッチを滑らせてトルクを逃がす、まあこれは今では普通の話ですけれども、当時はパラダイムシフトのように感じたものでした。昨日までの考え方ではあっという間に時代に取り残されてしまうという状況が出現しました。クイックシフターなどはシフトアップ時に一瞬アクセルを戻してクラッチを切らないでシフトをアップするという人間のお仕事を完全に奪いました。何も考えずアクセルは全開のままギアを上げるだけでいいのです。アクセルを戻す操作をプラグへの点火を一時的にカット失火させることで実現しています。最近のものはシフトダウンすらギアを下げるだけで自動的に回転を合わせてくれます。あのポンっていう音ですね。これでライダーはブレーキングや車体のコントロールに集中することができます。昔からバイクに乗っている人は最近のバイクはつまらなくなったなと思ったり言ったりするかもしれません。でも昔と違って今はバイクをレンタルすることもできます。最新のバイクに買い替えろとは言いませんが、新しいものを経験することはおすすめします。きっと目から鱗が落ちますよ。